イーロンマスクを超えるというのをスローガンに挙げている会社。田中さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。チューリング CEO の田中と申します。今回チューリング出しているものっていうのが特徴が、基本的にはそのカメラベースでの自動運転っていうところを特徴にしてまして、まあ、人間が目で見て頭で考えて制御しているのと同じように、ライダーだったりとか HD マップというものを、まあ、たくさん積まなくても、まあ、カメラと AI で、まあ、制御していこうというのがチューリングのコンセプトでして、まあ、それをこう詰め込んだような最初の第1号という形になってます。で、車の中にものすごくその演算の高いコンピューターを搭載すると消費電力がすごいんですよ。ただこのニューロンの脳と同じ働きするとメモリーとロジックの中で行き来させているので、消費電力が少ない状態で走れるというので、これからのもしかしたら完全自動運転の方向性はこれにあるんじゃないかなと私は注目しています。